ジュリアン・サブレは、フランスブーシュイコール・デュローヌ県マルセイユ出身の元サッカー選手。現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。現在は、リーグアムエース・サンテティエンヌの監督を務めている。エース・サンテティエンヌの下部組織在籍時にクープド・ガンバルデンラで優勝を果たした。1999年、リーグドで優勝し、2シーズンリーグアンでプレーした。 その後3シーズンは再びリーグウでプレーし2004年に再び優勝した。一席するまではキャプテンを務めていた。2007年にヨーロッパのカップ戦で戦うために RC ランスに移籍したがレギュラーを確保できず、2009年1月にオグック・ニースに移籍した。2012年10月には SC バスティアに加入した。2002年、 u e f a u 二十一欧州選手権の決勝でチェコ代表に敗れ準優勝した。二千十四年五月、二千十三から十四シーズン、限りで現役を引退することを発表した。二千十七年十一月十五日、AS サンテティエンヌの監督に就任した。AS サンテティエンヌのデビュー時から二十七を着用、オグック・ニースに遺跡時は埋まっていたため十三をつけるも、 翌シーズンから空いたため27を着用した。同様に SC バスティアでも遺跡当初は4をつけていたが、2013から14シーズンに空き番号となった27へと変更している。ありがとうございます。